はい、どうも皆さんこんにちは、ソバルトです。今回はですね、ユンカース JU88 使っていこうと思います。爆撃機ですね。前回はですね、169キルで、ちょっと惜しくもね、200キル届かずで終わってしまったんで、今回はね、200キルを目指しながら立ち回り解説していこうと思います。で、早速ね、拠点が出てきました。で、対空砲も撃たれてます。そうした時は対空砲をすぐに攻撃しましょう。やっぱり放置してるとね、破壊されちゃうんで。オッケーオッケー。対空砲プラス3キルしたね、おまけみたいな感じで。という感じで、要は対空砲を早めに処理しておいた方がいいんですよ。爆撃は必ず。結構ユンカースの耐久度だと正面から対空されてもね、そんなに痛くないんですよ。半分削れるかぐらいで。ただまあ2問対空砲が必ず2つ出てたらあまり近づかない方がいい。あ、でなんかスモークたがれてるね。ちょっとそこに言うとくか。で、今スモークのところに耐えたってことは、まあスモークの中にまあ蘇生兵がいる可能性があるんですよね、衛星兵なので。今撃ちました。そしたら2人キルできました。今作ね、スポットがやはり弱いので全然敵が見えないんですよ、下の敵が。なのでやっぱりキルをね、狙いに行くってかなり難しいんですよね、正直なところ。まあだいたいこの辺りにいるなーって予想して、まあもしくはまあ地上兵からのスポットが時々映る時があるんで、それで撃ってますね。あとはさっきも言った通りスモークとか、スモーク耐えてるイコールそこに敵がいるって考えても全然 OK だと思います。まあ、早速これで拠点取れそうですね。うん、大丈夫そうだ、拠点は。うん、ナイスナイス。オッケーオッケーオッケー。で、これで味方の拠点を援護したら、まあまた次、区画が移動するんで、それでまたその拠点を取りに行くっていうのを繰り返しですね。で、ここからがキルの稼ぎ時で、次拠点が橋になります。なので橋に打ちます。そうするともうすでに土のうを作ってる方々がいるんで、これをキルできると思うんで、今ね、これで2人だね。2人キルしましたね。っていうのを今のを繰り返す。まあ、拠点が橋になったらもう橋に総攻撃をかける。で、なんで橋を先に攻撃するかっていうと、まあ、キルが取りやすいっていうのもあるんですが、味方を橋の上に連れていくことによって上から要は撃つことができるんですよ、結果的に。次この橋と下側にある拠点を同時に取らないといけないんですよ。なんで橋は簡単に取らせようという今の私の心遣いですね、簡単に言えば。なのでこれで橋は確実に取れます。ずっとこれを繰り返しとけば。結構ね、橋のキルってすごい狙いやすいんですよ、このマップの。もう正直一直線に打てば誰かが必ず当たるって感じなんで。で、味方が詰めてるんで、味方の前線ぐらいからこうやって爆弾を落とすと、まあ、このように大量キルを狙うことができます。このマップツイストスチールっていうマップ名なんですが、まあ、このツイストスチールはね、補給場所と橋の距離が短すぎる。なのですぐに補給してまた再度撃つってことが何度も何度もできるんですよね。でもこれでもかなりキル取れるんじゃないか。ああ、いいねいいね。まあまあまあだね。まあまあ結構まあまあって感じですね。で、やっぱり橋上取らせると次残り拠点のところが取りやすくなります。あ、で今上のゲージ見てもらうと分かるんですけど、 A ポイントが取られてます。っていうことは橋の上に敵がいるってことなんですよね。なので次旋回したら橋の上に爆撃します。多分ね、結構いるかもしれない。なんで結構いるかっていうと、 A ポイント取られてる状態で B ポイントはこっち取ってるんですよね。なのでもしかしたら A ポイントが主力の可能性がありますね。なので A ポイントを攻撃します。スモークも結構耐えてあるから多分大量にいると思うよ。おお、すごい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 。10キルぐらいか、多分1、2、3、4、10キルぐらいか。すごいな、今のは結構いい感じですね。まあガチャガチャみたいなもんで、そこに敵がいる、どれだけいるかっていうのは結局予想なんですよね。だから固まってば固まってるほどキルが取りやすい。だから逆に言えば爆撃対策としては本当にばらけといた方がいい。ばらけて爆撃を受けないようにすることが重要ですね。ただまあ結構何度も何度も補給が簡単なんで、避けるのって難しいんですよね、やっぱり。だから結構ね、修正しないといけないレベルで、爆撃機って近いうち修正されるらしいんですよ、何かしら。なんか航空機何かしら修正されますよっていう連絡があったんですよね。なので、まあ、修正されると思います。だから皆さんまだ希望を持ってください。まあ、俺も正直あんまり最近爆撃機使わないんですが、こんなたまにしか使わない人間でも結構キル取ること簡単なんですよね。まあ、ちょっとでもちょっとだけ立ち回り分かってればなおさらキル取りやすいんですけど、まあ、あとはね、敵が戦闘機全然出てこないっていう現象が発生してます。で、相手がね、多分ね、爆撃機で出てるんだよ、敵が、きっと。で、敵が爆撃機で出ちゃってるから、その対空ができてない状態ですよね。だからイギリス側は本当に爆撃機は出さない方がいい、毎回思うんだけど。それは注意、まあ、絶対出しちゃいけないとは言わないんですけど、
出すと本当にゲーム終わるんですよ、マジで。なのであんまりおすすめはしないです。でここからはプラスアルファ知識になるんですが、次の拠点の取り合いになるとき、次相手2拠点なんですが、この拠点の取り合いが始まったら相手飛行機分けなくなります。なので今飛んでる飛行機を落とします。であえて敵、あの爆撃機出てるんですけど、あれ放置してたんですよね。要は対空されないために。爆撃機 vs 爆撃機の対空ってそんなに難しいことで、結構ね弱いんですよ、やっぱり爆撃機は対空は。なのであえて放置してました、敵の爆撃機は。あの対空も落としちゃいましょう。あえて放置する、要はやっぱり戦闘機が2機になると結構難しいんですよね、対処が。なのでそれがめんどくさいんで、あえて爆撃機は生き残らせときました。そういう立ち回りです。でこれで今爆撃機を落としたら、もう相手はそれ以降飛行機が湧くことができないんで、対空がもう対空砲でしかできないっていう立ち回りになっちゃいます。だから戦闘機は絶対イギリス側は出しとかないといけないっていう立ち回りなんですよね。でそれも制空は取っといて、あとはもう味方歩兵に任せるって立ち回りが、まあ、このマップのこのモードでは、まあ、正しいマップ、正しい立ち回りの一つですね。で現在ね、敵が制空する手段が対空砲しかなくなったんで、結構攻め攻めのキルを狙いに行こうと思います。攻めながら、多分あの橋下とか塹壕に敵がたくさんいると思うんですよ。 OKOK、 あ4キルか、まあまあだね。でこれを狙っていく、常に。でも敵は制空することができないんで、もうあとはもう自由ですね。結構さ、ぶっ壊れだよね、その制空できなくなるっていうのが。なんで ダメなんだろう、なんで許されないんだろうね、相手は。よくわからん。あー、あそこめっちゃいるね、多分。スモークもある。オッケーオッケー。あ、いいね、いいね。7キルぐらいだね。で、今ので橋下が相当されたんで、B がかなり取りやすくなるんじゃないかな。オッケー、破壊した。なんか固定砲台に乗っちゃう人いたね。かわいそう。で、これで2拠点取ったんで、次は3拠点攻めですね、敵が。あ、敵がじゃねえか、味方が。味方が敵の3拠点をまた倒しに行って拠点を確保するっていうモードですね。まあ、俺もよく爆撃される側なんですけど、たまにはね、たまに爆撃される側になるんですが、やっぱり対空手段が少なくなっちゃうんですよね、このモードで。このマップだと空をもう取れなくなっちゃうっていうのは結構えぐくて、もう歩兵なすすべなしなんですよね。で今対空撃たれたじゃないですか、地上から。なので対空破壊しに行きます。で次3拠点になるんで、対空砲また増えるんですよね。なので速攻対空砲は早めに処理した方がいい、やっぱり。確か、あ、いたいた、対空砲いるね。多分これで破壊できた。 OK、 破壊した。で3キルプラス、まあ、対空砲だね。うーん、どうだろうね。まあ3拠しちゃってる、3拠だから200キルワンチャンいけるかもね。あー、戦車いるわ、破壊しよう。味方が今戦車と戦ってる。ごめんね、ちょっと邪魔して申し訳ない、すまん、すまんね、申し訳ねえわ。ビークル破壊ということで、まあ、要はやっぱり前線をぶっ壊すのが爆撃だと思ってるんで、まあ、それが爆撃の立ち回りだと思ってる。で敵が、味方がね、味方のさ、味方わかんじゃん、マップどこにいるかとか。なので味方のちょっと少し前ぐらいを狙うとかなりキルを取れることがあります。あー、敵は今、味方は今 B ポイント取りに行ってますね。ちょっと B ポイント打ちましょう。多分結構キル取れんじゃないかな。あー、プラス左に戦車いるね。破壊しよう、あれも。いけるかな、これ。結構流れ作業みたいになってるけど。OK、破壊した。まあ、500キロ爆弾やっぱり強いね、直撃すると。まあ、こんな感じで、ね、急に曲がって撃つっていうこともできます。かなり強い、やっぱり。爆撃、ユンカース。なんかユンカース爆撃機ってもう名前の通りユンカスみたいな感じで罵られ言葉になりそうだね、マジで。あー、ユンカス使いがいるよみたいな、あ、またユンカスだみたいな、そういった立ち回りになりそう、言葉の。ユンカスオツとかいう、いつかね、さらされそう、それで。まあ12月4日か、まあ12月4日になれば爆撃機弱くなるんで、皆さんそれまで待機しましょう、どうにか。それまで我慢するしかない、やっぱり。あとは本当にその戦闘機とかモスキート出して、まあ、ババババと爆撃機を倒すっていう立ち回りが一番いいかもしれない。まあ、多分ね、チーターも倒せるんですよ、爆撃機って。実はチーターの対策手段って俺爆撃機だと思ってるんですよ。なので爆撃機対チート兵器ですね。
完全に。だから俺もね、結構爆撃最近使わないようにはしてるんですが、チーターがいた際って爆撃使ってるんですよね。で、チーター爆撃して、イエーイってやってますね、毎回。どうですか皆さん、チーターとさ、爆撃どっちの方がうざったいっすか、まあ、俺はチートだと思うんですけど、飛行機乗ってでもね、たまにチートに抜かれる人がいて、まあ、爆撃は抜かれることはないんですよ、実はチートでは。なんでかっていうと、下側に鉄の装甲があって、プラス爆撃機ってそんな急降下爆撃みたいなことはしないんですよ、全然。もう普通に撃ちまくるだけ。なのであまり抜かれることがない。急降下爆撃するとなんで抜かれるかっていうと、急降下した後って急上昇するじゃないですか。その時に後ろの窓が開いてる戦闘機とかって、そっから頭パスンって抜かれるんですよね。なのでチートにはちょっと適してないですね。対チートには適してない。だからみんなもね、チーターに出くわしたら爆撃出すといいですよ。まあ弱体化されるからどんぐらい強くなるかわかんないけど。オッケーオッケー、ナイスセンス、いいね。結構キル伸びてんね。あーいいねいいね、いいよ。あーまあまあキル取れましたね、結構。でこれでこのまま次のマップに行って、まあ100キルプラスで、まあ、200キルぐらい目指していきましょう。はい、ということでやっていきましょう。っていうかね、やっぱ爆撃、ま、バグってるわこのマップだと。なんかね、旋回しようとするとね、このマップだとね、うまくいかないんですよ。なんか知らんけど、まあ、ちょっと説明しにくいバグで、旋回がちょっとしにくい。あ、対空撃たれてんね。そう、このマップ、境界の横に対空あるんですよ。結構ね、鬱陶しいところにあって。で、このマップってさっきのマップと比べると、やっぱりちょっと難しいんですよね、空は。なんでかっていうと、対空しやすいんですよ、すごい。だから本当に気をつけないといけない。プラス、戦闘機がずっと湧いてくるんで、本当にそれも気をつけないといけない。ここで本当にデス増やしたくないなって気持ちはありますね。オッケーオッケー、いいね。 A ポイントの中の人たちを全員キルしたっぽいねっていう感じの立ち回りです。まあここもね、基本はねフロントラインのモードなので、拠点1拠点を取りまくるモードで、その1拠点に来る敵をまあキルしまくるっていう立ち回りになってきますね。なのでここはもうずっとくるくる回る、くる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 回って爆撃の雨を降らすっていう立ち回りになってきます。実はね、ここだけの話なんですけど、なんかこの試合をなんか勝つ目的というよりかはキルをする目的なので、あんまりねその拠点を取ってほしくないっていう気持ちがすごいあるんですよ、自分の中では。自分の中ではね、なんでかっていうと、これ歩兵が強すぎるとキル伸びないんですよ。っていうのは、要はやっぱりその試合がすぐ終わっちゃうんですよ、すぐに拠点取っちゃうと。なのでできれば常に A で拮抗してほしいっていう気持ちはありますね。ただ、さすがに A 取られるのはまずいんですよね。うわ、めっちゃいる、めっちゃいる。あ、でも家の中か。あー、まあ、ギリギリ爆撃回避してる人もいますね。なんかすごい学習してる感があります。結構ね、最初に撮った爆撃機の動画の頃以降ね、やっぱり空対策がかなりできてるんですよ、敵が。なので、爆撃がすごいしづらくなったっていう現状がありますね、やっぱり。これで何人か倒せるはずだけど。どうかな。あー、そんなだね。なんかダメージ食らってるけど、デスまではいかないみたいな感じですね。で、今、ちょうど A ポイント取られちゃって、拠点残り3拠点ですね。対空砲もまた再度、めっちゃ出てくるようになったな、これ。あ、マジか。破壊できなかった。うわ、最悪。これ一番最悪なパターンで、さっき境界で破壊した対空1つと、今、倉庫付近にある対空が2つあるんで、あ、1つあるんで、合計2つなんですよ。今日じゃないよ。対空砲が。なので、さすがに対空砲2つだと倒されます、爆撃機でも。やっぱりなので本当に立ち回りは気をつけないといけない。しかもね、補給する場所が対空砲の近くだから補給できないんですよね、うまく。だから結構ここからキル伸びなくなるな、多分。200キル行きたい、正直。200キル行って俺の爆撃ライフを終了させたい。爆撃機使いませんわっていう流れにしたいな。あー、これ破壊できるかな。破壊できなかったら結構いきますよ。あー、破壊できた。オッケーオッケーオッケー。破壊できて、敵も爆撃機1機出てるね。多分これで、あの爆撃機は正直放置しておきたい。今ここで戦闘機出されると、結構辛いっすね。あー、なんか対空撃ってるやついるな、それ。下っ側。ちょっとっすか。できればね、歩兵さんがね、対空砲抜いてくれるとすごいありがたいんですけど、きついっすね、やっぱり。で、爆撃機の動画見てて、皆さん多分なんか買わないとかコメントたまに見るんですけど、そうじゃなくて、まあ、やっぱり爆撃機も苦手な場所があるんですよ。なんかそれをね、この動画で知ってほしい。
やっぱりこういったところで対空取られたり飛行機乗られたりすると大変だなっていうことをね知ってほしい、うん、だからね皆さんあのバトルフィールド5を慣れないでくださいマジで。楽しんでバトルフィールドはマジで、こういった兵器もあってなんかバトルフィールドなんだなっていうのを感じてほしいです。しかも兵器のないモードももちろんあります。ドミネーションとかチームデスマッチとかそういったモードもございますのでね、皆さんよかったらねバトルフィールド5買ってみてはいかがでしょうか。というかさ、今話してるうちに思ったんだけどさ、拠点一つしかなくね取られまくってるんだけどめっちゃ取られまくって、何しとん歩兵の人たち、普通こんなに取られないんだけどな。相手も爆撃そんな息してないと思うけど、危な、これどうにかしてほしいな。まあこのね結局最後の拠点を取られるとどうなるかっていうと負けちゃいます。え、マジで、まあ、最悪爆弾仕掛けられた、これ爆撃しに行きましょう。本当は対空倒してから行きたかったんですけど、ちょっとそんなこと考えられてない。これ爆撃しないと負ける。頼む歩兵さんお願いします。あね、空ではね爆弾解除できないんですよ、残念なことに。どうしてもね、だからもう対空じゃねえ、対地するしかない。対地して周りにいる敵を倒して味方さんが爆弾解除できるようにしないときついっすね。これ負けちゃうと200キルいかない。あ、オッケーオッケー、ナイスナイス、防衛に成功した、ナイスです。でこれで次また A 拠点の取り合いですね。先に対空破壊しちゃおう。ここのずっと打ち上がってよ、ふざけやがって、許さんぞっていう感じで、まあ対空もかなり鬱陶しいです。いるだけでやっぱり、あ、こいつこれちょっと人倒せねえなーってことがよくあるんで、対空は諦めないでくださいマジで。 OK 破壊した。あー、でも相手もこうとうとう対空してくるようになってきたな、そろそろきついなー。まあさすがにちょっと目立ちすぎたなー、こいつエグそう。なんかずっとついてきてんだね、さっきから敵の爆撃が。やめてくれ、俺に構わないでくれ、やめてくれ、俺に対人をさせてくれ、対地キルさせてくれ、俺に200キル行きたいんだ俺は。これを終わりにしたい、爆撃機の、これを最後の爆撃動画にしたいんだ俺は。頼む、ユンカースはもう今日で最後よ、ユンカース動画は今日で終わりにしたい。というか敵に A 取られてんな、これまずいな、これ取られるとちょっと結構きついっすね。なので撃ちます、1キル最悪。ちょっと焦ってる、今ちょっと焦ってて、これ A ポイント取られると何が起きるかっていうと、次残り C 拠点だけなんですよね。だからもう結構辛い、多分負ける、下手したらこれ A 取られたらやばいな。これもう爆撃するしかない、もう知らん、戦闘機なんて知らん。あー喪失した、最悪、終わり、これ負けるかもしれんわ。すげえな、なんとかラスト拠点まだ耐えきってる味方が、まあ、爆撃支援何回かしてるからっていうのもあるけど、あーまた対空だ、また対空だよ、しかも2機起動してる、まずいなこれ、落とされるかも。でも知らん、そんなのは。ここはねもう爆撃機優先、やっぱり、ね、爆撃することが優先なんですよ爆撃機は。もう知らん、対空対策なんて知らん、もう残り拠点が1個なんで、本当に拠点の中にちょっとでも敵が入られたらすぐに敵を倒さないと爆弾仕掛けられちゃいます。それだけはもう避けたい、本当にできれば勝ちたい、やっぱり試合は、ゲームはできるだけやっぱ勝ちたい。これ何人か倒せるんじゃないか、おーおー、いいねいいね、5キルぐらい取ったね、ナイス。あー境界付近いますね、残党狩りしましょう、残党狩り、残党狩りじゃあ、あ、2キル、まあ、そんなもんか。え、もう一回、ああ、やばいやばいやばい、なんだこれ、なんで、え、やばモスキートそんなダメージ食らうの。もう一回分けるかな、あ、分ける分ける、もう一回分けましょう、まあ、何度でも蘇る。あとはもう基本的には記録伸ばしですね、これは。勝ちてー、なんか、まあ勝ちたいよなー、正直。結構ね、ボコボコにされてる気がする、違う意味で。相手もボコボコにされてるけど、その地上的な意味ではボコボコにされてるわ、こっち側が。これ何キルか入るんじゃないか。オッケー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 。多分爆弾持ってたやつもキルできたっぽい。空からキル、でもこんなにさ、こんなに爆撃されてもさ、相手勝ちそうなの面白いよね。だから、爆撃機ってそこまで影響力ない説はあるわ。結構頑張ってる方だけどね、爆撃機では。さて、あれも落としちゃって。どんぐらい、あー、ギリギリ終わっちゃった。223キル3ですね。あ、結構取ったね。すごい。
これ勝ったの負けたのどっちだろう、わけわからんな。グランドオペレーション勝利、あ、勝ったの、あ、ルール不明よくわからんな。まあなんか勝ったっぽいっすね。まあということで、まあ爆撃223キル取れました。ジジバイバーイ。